よっさんも投げ銭減った。そういえばよっさんとか俺、この前俺と会った時に言ってたよな。なんか、一部のリスナーしか投げられてるのはお前だけだからとかなんだろう。まあ、勘違いしてるのを現実突きつけられればいいよ。よっさんだっていつまで食えるかわかんないよ。だって閲覧なんて1000あってもさ、そのうち何人が投げてくれんの、お金わざわざ無料で投げる、無料で見れるもの、何人が投げてくれると思ってんだって。で、しかもその、ある程度の額投げてくる人なんか多分本当に一握りだから、その人たちに投げだったらおしまいの世界だから。それをなんか本気で言ってんのか、俺は煽ってわざと言ってんのか知らないけど、多分本気で言ってそうだけど、続くわけないだろうな。俺よりは全然投げ銭飛んでると思うけどね。まあでもいつ稼げるなのかなくなるかわかんないよ、ふわっちの人ちゃんって。全員そうだよ。あ、風船どうも。ふわっちの小じきって生産性あるの？まあ一応あるんじゃない？だってお金一応どんなクソつまんない配信でも投げる人つけば稼げるし、で、あとは税金ちゃんと払ってれば一応国のためにもなってるし、生産性はあるんじゃない？少なくとも文句ばっか言ってるゴミアンチよりは生産性あるよね。だってコメントで文句言ってなんかそれ生産性あんのっていう。コメントでね、アンチコメしてるやつなんか何の生産性もないじゃん。だってふわっちで投げ銭もらったらさ、まあふわっちの運営がまあ儲か半分抜かれるわけじゃんね。ふわっちの運営がもしもそれでね黒字化したらだけど、なんか例年赤字らしいけど黒字だったらさ、まあそっからね国に税金払うわけじゃない。で配信者も儲かったら税金払うわけじゃない。で自分も稼げるじゃない、配信者は。まあ生産性あるよね、普通に考えて。ね、税金は国のために回るわけですから。でも、アンチなんてなんか、それ、生産性あるんすか？なんもないっすよ。ものづくりとかの方が生産性あるよね。だってさ、じゃ例えばさ、何か物を作ってる人がいるとするやん。で、それを物を作ってそれを売ってる人がいるとするやん。全然売り上げがなかったりしたら、それ結局なんか生産性あるんすか？いくら税金それ納めるんすか？それよりもふわっちのすげえ稼いでる人っているけど、あの人たちがもし税金払ってたら、相当その人たちの方が国に貢献してますよね、税金。別に物作ったとこで、そのものに需要があったりとかしないと生産性ってないんじゃない？なんか物作っても売れなくて全然
儲かんなくて税金も納めなかった。それなんか自己満なんじゃないですか。それ、自己満なものに生産性ってあるんですか。それって生産性って言えるんですか。物を作りました。それが生産とかっていう、なんかアホなことを言い出すんですか、あなた。物を作ったから生産性があるよ。生産してるでしょっていうアホななんか理論じゃないですよね。そんなのさ、なんか粘土でなんか作りましたっつって、それと一緒じゃない、作ったから生産性ありますよねみたいな。まさかそんなバカな理論言ってるわけじゃないよね。そういや、料理配信最近見なくなった。そうか、料理配信すればいいのか。なんか俺の料理配信、なんだかんだみんな見たいって人多いんだよな。料理配信すればいいのか。まあ、料理配信ぐらいだったら、親の目を盗んでやんないと家ではできないけど。うちのおかって使うと親が切れるから、カセットコンロでやるしかないけど。料理配信ね。料理しないなら台所いらなくない？それ、俺、うちの親に言ってくれよ。俺だって同じこと思ってるよ。さ、過去に課金したことある人はいいんだけどさ、俺の配信いつも見ててさ、一度も課金したことない人は課金してくれないでしょうか。本当に。まあ、絶対こんなこと言っても課金しないのは分かってるけど、だって無課金税って、
もう無料で見れるもんお金払うなんて抵抗がありすぎて、そこの壁なんか簡単にぶっ壊れないから、こんなこと言っても無駄なのは分かってるけど、課金をね、過去にしてくれた人はいいのよ。一度も課金したことなくて、常に俺の配信を見てるやつは視聴料もらえないですか、いい加減。いい加減。いい加減視聴料よこしやがれ。人に頼むのにそんな頼み方はあるか。くそー、なんでみんな金くれねえんだ、バカ野郎。バカ野郎だって、あんなやつに絶対金なんてやんねえよ。貴様ら、このミス、さっさと手を挙げんか。このミスターサタンの頼みも聞けぬというのか。あの声は、もしかして、魔人ブーと戦ってるのって、ミスターサタンだったんですか？ああ、そうだ。お前らを驚かせたくなかったから言わなかったけど、そういうことなんだ。魔人ブーはこの俺が倒してやるから。だからお前らも、地球の、お前らもさっさと協力せっか。そうだったんですね。サータン！サータン！サータン！あ、風船どうも。こんばんは。あのサタンの活躍いいよな。で、元気玉ができてさ、元気玉を放とうとするとさ、ベジータがさ、倒れててさ、ベジータどいてくれって言うんだけど、もうダメだってね、ベジータ巻き込むしかなくて、ベジータすまねえって言うんで、元気玉を放とうとすると、サタンがなんか、あれなんですよね。ベジータを抱きかかえて、こう、あれですよ。ブーから離すんですよね。で、その瞬間、悟空が、やるじゃねえか、サタン。おめえは本当に宇宙の救世主かもな、つって。行けーっつんでね、あの、元気玉を離すシーンが超好き。あのシーンいいよな。風船どうも。
よっさんも投げ銭減った。そういえばよっさんとか俺、この前俺と会った時に言ってたよな。なんか、一部のリスナーしか投げられてるのお前だけだからとかなんだろ、うん。まあ、勘違いしてるのを現実突きつけられればいいよ。よっさんだっていつまで食えるかわかんないよ。だって閲覧なんて1000あってもさ、そのうち何人が投げてくれんの、お金わざわざ無料で投げる、無料で見れるもの何人が投げてくれると思ってんだって。で、しかもその、ある程度の額投げてくる人なんか多分本当に一握りだから、ね、その人たちに投げたらおしまいの世界だから。それをなんか本気で言ってんのか、俺は煽ってわざと言ってんのか知らないけど、多分本気で言ってそうだけど、続くわけないからな。それよりは全然投げ銭飛んでると思うけどね。まあでもいつ稼げるなのかなくなるかわかんないよ、ふわっちの人ちゃんって全員そうだよ。あ、風船どうも。ふわっちの小じきって生産性あるの？まあ一応あるんじゃない？だってお金一応どんなクソつまんない配信でも投げる人つけば稼げるし、で、あとは税金ちゃんと払ってれば一応国のためにもなってるし、生産性はあるんじゃない？少なくとも文句ばっか言ってるゴミアンチよりは生産性あるよね。だってコメントで文句言ってなんかそれ生産性あんのっていう。コメントでね、アンチコメしてるやつなんか何の生産性もないじゃん。だってふわっちで投げ銭もらったらさ、まあふわっちの運営がまあ儲か半分抜かれるわけじゃんね。ふわっちの運営がもしもそれでね黒字化したらだけど、なんか例年赤字らしいけど黒字だったらさ、まあそっからね国に税金払うわけじゃない。で配信者も儲かったら税金払うわけじゃない。邪魔だなと思ってどけたのよ今。そしたらどけた瞬間に小バエがブワって今なんか3匹ぐらい舞ったんだけど。やばくねえか。アリョーさん、やったクリオネ社長やった !BGM やります?BGM。いや、ちょっと今、うどん食おうか、うどんじゃない、ラーメン食おうかなと思って、つけ麺。十何ポイントとか百何ポイントとかだったかな、その前とかも。ほんと不安定だからマジで怖い。いつ来るかいつ来なくなるかわかんないからね、マジで。よいしょ。当たりはね、なかなか出ない。
ああ、三橋さん、バグ、よっちゃんさん、こんばんは、やったーです。うん。一回枠を切り替えないと、掃除できないね。ああ、来たー、マジか。ニコアゴラさん、ニコレンちゃん、いいやった、あゆみたんさん、いいやった、いいやった、いいやった、あゆみたんさん。
うめえな。ちっちゃい頃シュークリームってあんま好きじゃなかったんだけど、24で、ああ魚のランキング、今日の合計なんだかんだ多分2万ぐらいかな、なんだかんだ多分2万ぐらい来ましたね。マジか、もう絶対正直今日来ないと思った正直今日絶対来ないと思った。